皆さんこんばんは、えななです。今日は前回こちらのボックスを作るときに間違えた、でやり方を変更させていただいたんですけど、前回の本当は作りたかった形っていうのをやっていこうと思って、途中までを形にしております。でここでまず間違えたんですけど、今日はこっちのサイドにつけてボックスっていう形で作っていこうかなと思うんですけど、まあこれだけだったらちょっと今日の回が寂しい感じになるので、もう一つ違う方法も後で紹介して今日はやっていこうかなと思います。で今回を初めて見られる方は前回を見られた方がサイズとか形とか分かると思うので、そちらの方をご覧になってから途中までですね、この状態までやってると思うんですけど、ここまでの状態でこちらにの方の動画を見ていただけると分かりやすいかなと思います。でまずこれをつけるときに、まず4辺両面テープを貼っていただいて貼るんですけど、このサイドは貼りたくないんですよ。だからここを分割して、まあ両面テープ貼ってもいいんですけど、とりあえずこんな感じで中心のあたりだけ残るように両面テープを、この真ん中だけをつけたいと思います。この辺りもつくようにしておいて、先につけてこのボタンを止めます。もうボタン、マグネットホックが苦手な方はタックピースとかで大丈夫だと思います。私これちょっとはげてるんですけど、ここも後で貼った方がいいので、ここもここも貼らない状態で、でこっちの中側も後です。で、こんな感じで取り付けたら、次に中を貼っていきます。でここはどこまで行ってもいいんですけど、この底だけから変えようかなと思うんで、
まあ、11センチくらいあれば、この中は好きなデザインで。こんな感じで先に出来上がったんですけど、その後に再度つけたいと思います。画用紙デザインペーパーから貼っても大丈夫です。先にデザインペーパーを貼って、例えば中側のデザインですね、中側になるデザインをそのままピタッと、デザインペーパーの場合はぴったりサイズで貼ります。あ、でもそっか、上が困るね、やっぱこっちからだと。やっぱり画用紙の方が無難ですね。で、上側になる全部4辺貼ってはいくんですけど、サイドと下側になる方は太めの両面テープの方がいいです。
で、これを両面テープの周りで切ります。で、切ったら1センチのところだけ折り返します。内側になるイメージのペーパーをぴったりサイズで貼り付けます。こんな感じで貼り付けます。で、編み上げをされたい場合はここに、デザベを貼っていただいて、好きな位置で穴を開けて、でリボンを通す感じです。これとはまた違うんですけど、もうデザベを貼って、ただもう穴を開けるだけでいいかなと。で、多分あとはもう分かると思うんですけど、つけていただいて、で、私は割とここでこういったサイドとかにボンドつけたりします。こうギリギリのところ、しっかりはめ込んでギュッと。で、こちら側も。
表面の残った剥離紙を取ってあげて貼り付ければこんな感じ で中側の切り返しとかもいい感じになるのでデザペをうまく貼れます。あとは最後下と背面やっていただければ完成です。これがサイドが後付けの方法ですね。でもう一つですね、最後同じ形で違うやり方をご紹介していきたいと思います。それでは今度はこちらのデザインで違うやり方で組み立てていきたいと思います。もう厚紙の方はこんな感じで切っております。ちょっと2枚だけ作ってなかったので、まずは画用紙に貼り付けていきたいと思います。でカットしたやつのまず蓋からちょっといいかな、蓋上のまちですね、上まち背面で準備します。でこれをそのまま貼りますが、上側は1センチか 1.5 センチ開けて左右も開けていきます。でこれを全部覆います。もう中のデザインを貼っていきます。
で、ここまでできたらマグネットホックの出番です。で、この蓋から3センチ下のところに行くので、こうして、こんな感じで、で次に前側の部分やっていきます。こういった感じで貼り付けていきます。で、この上側は1センチの両面テープを貼っていきます。で、このサイドは 1.5 貼っていきます。で、こちらも結構ここからなんですけど、こっちの短いやつの下側に1.5 貼って、もう1本貼ります。この端っこを切っていただいて、まず長方形で切ります。そしてここのところで切り込みを入れます。この厚紙に沿って、そしたらあとは画用紙で切っていっていいかな。こういう感じで、で、この上側は折り返していきます。1センチの両面テープのところだけ中に貼ります。で、ホック自体はこっちにつくので、
上から2センチ。今回は、ここのペーパーこのまま貼り付けて大丈夫です。これを次に貼ってで、こっち側を貼った後にマグネットフックです。真ん中の上から2センチで穴を開けていきたいと思います。もしくはこうやって当ててここに1センチ後ろと前で違うので、こっちは4センチ1センチずらしてこう当てて、でグッて押しても、あ、取れたけど、いいかなと。ちょっと見えにくいなこれ。で、こういった感じでつけます。で、まあ、ここで合体してもいいですし、どうでも後ろ側もギリギリにつけて、普通だったら隙間開けるんですけど、こんな感じでつけていただいていいですし、立体に刺すとちょっと多分組み立てるの難しいかな。感じて、もう私はこの底の面は赤でいこうと思っているので、このままペタッと貼りたいと思います。多分こうやってやった方がデザインの向きとかそういったものが中とかペーパー貼りやすいので、でここは一気に横で貼っていきます。でここの長さが25センチくらい
こんな感じで貼っていこうと思います。で、もう慣れてらっしゃる方とかはもうこのままの展開図ですよね。このイメージで一気に貼り付けられたらできます。
とは組み立てるだけです。この後ろ側と下側で貼り付けていきます。こうすると、あとは、デザベを貼っていくだけなので、中はいい感じにこう全部貼れてる状態になります。でのりしろ部が見えるわけでもないですし、いけるかなと。あとは、好きな感じで外側を貼っていただければいいかなと思います。こんな感じでいろいろ作り方はあるので、自分に合った作り方を見つけていただいて、やりやすいように作っていただいたらと思います。どっちの方が私は作りやすいかって言ったら、横が最後かな、だけが割とこっちよりも良かったかなと思います。で、こういった作品はインスタの方で販売会をしたりしてますので、私のだけじゃないんですけど、他の作家さんと一緒に合わせて楽しんでいるので、ぜひそちらの方もフォローしていただければと思います。それでは今日はこの辺で。